岡大学の建築学科の学生たちが設計した卒業制作に向けてなどの作品を展示する恒例の建築展が福岡市で開かれています。アクロス福岡での福岡大学建築展には学生たちが作った建築模型やパネルなど21点が展示されています。全体的に屋根を作ってしまうと重く感じてしまうので、こういう開口部、穴を開けたりして開放的になるように設計しました。こちらは閉園した香椎花園の跡地を想定して設計されました。テーマは日本人に欠けている素直さを表に出し、個性を認め合える社会を目指すというものです。今日午後5時まで開かれています。